さて、この泥棒紳士アルセーヌ・ルパンがあなたをエスコートして差し上げましょう。今回はコソ泥紳士が一緒か。やつが不埒なことをしたらすぐに報告しろ。守る程度は。だいぶ雲行きが怪しいな。そのうち雨が降ってくるかもしれん。カルディア、足元をおろそかにすると。滑るやつがあるか。礼はいいから、もう少し注意力を身につけろ。ここ最近のお前はどうにも危なっかしい。以前のお前には制限が多すぎた。その気持ち、わからなくもないが。ともかく、もう少し気をつけてくれ。その調子でいてはいつか怪我をしそうで、そばにいる私が緊張するだろう。笑顔が増えたのは喜ぶべきだな。当然だ。人の営みの数だけ世界には唯一の景色が広がっていく。お前の世界もまだまだこれからだ。そういうことならちょうどいいものがある。
ロンドン全域の地図だ。さっき入った店で売っていた。ああ、そのつもりで買っておいた。お前も今後、一人で街を出歩きたいだろう。持っておいた方がいいと思ってな。例えば、そうだな。印象に残った場所があれば、メモを書き残しておくのもいいだろう。面白い発想をする。しかし、それは確かに今までにない斬新な地図が出来上がりそうだ。期待していよう。はしゃぐのはいいが、人気のない場所に一人で行くんじゃないぞ。いや、大したことじゃない。最近のお前はよく笑うと思っただけさ。自分ではよくわからんが、私が笑うようになったのだとしたら、それはお前の。いや、何でもないよ。わからないのならそれまでだ。さあ、次の場所に行くぞ。雨に降られて、せっかくの地図を濡らしたくはないだろう。傘を買ってくるしかないな。すぐに戻る。荷物を見ておいてくれ。参ったな。ここまで強い雨になるとは思わなかったぜ。お、カルディアじゃねえか。偶然だな。お前もここで雨宿りか。買い物帰りか。
なるほどね。なら俺も一緒に待たせてもらうとするか。通り雨じゃ済まなそうだ。ロンドンは基本的に便利な街だけどよ、雨や曇り空が多いのが難点だよな。そういやフランも似たようなこと言ってたな。けど、インピーは真逆みたいだぜ。頭のいいやつ同士だってのに、こうも意見が分かれるもんなんだな。え？そうだな。雨はあんま好きじゃねえな。こういう日には、決まって悪いことばかりが起こる。あの人に裏切られた日も、あの人を見とった日も、雨だったしな。ああ、いや、なんでもねえさ。ちょっと昔のことを思い出しただけだ。いや、別に何もなかったけどよ。確かにそうだ。何も起きてないってのに、悪い日も何もねえよな。うん、シンプルな話だよな。たかが雨でうだうだ悩んだりするなんて、俺らしくもねえっつーの。ありがとうよ、カルディア。なんだか目が覚めた気分だぜ。今、俺にとっても今日はいい日になったぜ。こうしてお前と会えて、ゆっくりと話せたんだからな。お前の言葉はいつもまっすぐで、だからこそ救われるんだ、カルディア。やっぱお前は俺にとって最高のお宝だよ。
すまん、待たせた。ん？ルパン？なぜお前がここに？雨宿りしようと思ったら、ここでたまたまお姫様に出くわしたんだよ。ああ、一応は。だな。ちょいときついが、一本に二人入れば、どうにか雨はしのげるだろう。お前まさか ただの偶然だ。入った店に一本しか売っていなかった。本当か？実は相合傘のために一本だけ買ってきたとかじゃねえの？私がそんな子供のような真似をするとでも？今の微妙な間は何だよ。しかもあからさまに目をそらしてんじゃねえか。傘が一本しかない以上は仕方あるまい。私とカルディアが傘に入るから、ルパン、お前は外からついてこい。ごく自然に人を省くんじゃねえ。そもそもお前が素直に傘を二本買ってくりゃよかった話なんだから、責任を取って譲ろうとは思わないのかよ。いきなり現れたお前の分の責任など取れるか。それこそ私たち二人だけならこんなややこしいことにはならなかったんだぞ。だからってな。それは却下だ。レディを雨にさらし、自分はのうのうと傘を差すようなろくでなしになり下がった覚えはない。お前を濡れネズミにするぐらいなら、いっそ。ああ、不本意極まりないが、これ以外に方法はなさそうだな。バン、押すなっての。こっちは肩まではみ出てんだからな。こっちも同じような状態だ。我慢しろ。それに心配せずとも、なんとかは風邪をひかないそうだ。だから存分に濡れるといい。てめえ、この泥棒紳士をどっかのインピーと同じにすんじゃねえよ。苦しかったか。
前がいいのならば、それでいい。だな。ムキになってる俺たちがバカみてえだ。なあ、カルディア。そんなにくっつけるのが嬉しいんなら、いっそのこと抱きしめてやろうか。遠慮するなって。今なら冷えた体を温めるルパン様のぬくもりつきだぜ。堂々と欲望をひけらかすな。紳士要素はどこにあった、こそ泥め。カルディア、あまりこいつに密着するなよ。何をされるか分かったものではない。それは勘弁してくれ。出番だぞ、シシ。ところで、シシ、お座り。うん、よし、そのまま待ってだぞ。ヨが戻ってくるまでその場から動いてはならぬからな。誇り高き闇の軍勢の一員なら、この程度の命令はこなしてみてよ。これからが本番ではないか。ヨが用意した銃の訓練を終わらせぬ限り、おやつは抜きだからな、シシ。むしろ甘やかしすぎだったのだ。このままではシシーはダメ犬街道まっしぐらだぞ。いや、それどころかもうすでにその片鱗は見え始めておる。
世や貴様が不在の日に屋敷の門の前でずっと切なげな声を上げるわ。ヨとヘルシングが大事な話し合いをしているときに勢いよく膝に飛び乗ってくるわ。食事時には器用にも椅子に登り、ヨラの食事をねだる始末。それ、美味しいなら食べたいなと言わんばかりの視線を送ってくるのだぞ。もはや世の忍耐力を試しているようにしか思えん。ここの番犬としてもっとしっかりしてもらわねばならん。最低限のしつけを施し、かつ自立させておかなければ。のようにガブガブと噛みついているようだが、まあこの際インピーはどうでもよい。問題は甘えが過ぎるところとこらえ性がないところだ。そのせいなのか、最近はややいたずらじみたこともするようになっておる。フランが刺繍をしているときに、綺麗な布やリボンをかすめ取ってどこかに隠してしまったり、一日一つと決めているおやつの隠し場所を探り当てて持ち出すこともあるようだ。それだけではないぞ。何より見過ごせぬのはヨラの目を盗み勝手に屋敷から抜け出していることだ。シシーしか通れぬ抜け道でもあるのだろうよ。現に昨日ヨが目を離している間にシシーは屋敷の外を徘徊していた。まったく、偶然散歩をしていた伯爵が保護してくれたからいいものを。もし伯爵が見つけなかったら今頃どうなっていたことか。
をしてもそれが甘やかしていい理由にはならぬ。ゆっくりだと、そんな時間世にはもう残されていないというのに。シジ、どこへ行く？戻ってくるのだ！シジ！ヨガ厳しくしすぎたからか、シシはヨガ嫌になって逃げ出してしまったのであろうか。ヨガ、シシーと一緒にいられるのもあとわずかな時間だけだからだ。昨日の夜にヘルシングと話し合い、とうとう決めたのだ。あの屋敷を出ていく日取りをな。伯爵からフラン
ランスの僻地に同胞らが隠れ暮らしているという情報を得たのだ。要は一刻も早く彼らに合流し安心させてやらねばならん。ゆっくりだと。そんな時間世にはもう残されていないというのに。奴らとていずれはあの屋敷から旅立っていく。きっとシシーも長い時間を一匹で過ごすことが多くなると思うのだ。だから残り短い時間で世があやつにしてやれることなどそれぐらいしか思いつかなかったのだ。なあカルディア、世は間違っていたのか。世のしたことはシシーを傷つけてしまったのだろうか。シシーへ別れを言えぬまま旅立つことになるのだろうか。うっ。
ってきてくれて本当によかった。ごめんね主人、要は自分の気持ちばかりを押し付けてしまった。その犬、もしや。それにそのリボンも前にフランから持ち出したもの、何に使うのかと思っていたがプレゼントとして渡していたのだな。一人じゃないから大丈夫と言いに来てくれたのか。ありがとう、シシ。ヨガ指導するまでもない。お主はとっくに優しく立派な男になっていたのだな。これで余も心置きなく旅立つことができる。シシ、カルディアと恋人をしっかり守るのだぞ。お主ならきっとできるはずだ。いい返事だ。余もお主に負けておれんな。カルディアもシシも期待して余の帰還を待つがよいぞ。余も立派な王、いや、大人の男となってこの地へ戻ってくるからな。